今回は爪に亀裂が入ってしまった時の補強の仕方をご紹介したいと思います。見えますか？やっぱもうこう入ってしまうとどんどん亀裂が広がってしまうので補強をしていきたいと思います。では亀裂をネイル用のグルーでくっつけていきます。グルーを塗った上にアクティベーターという液体を塗ると固まるのが早いです。こちら一瞬で固まります。こちらない場合はグルーがそのまま固まるのを待ちます。このくっつけたツルツルしている部分は目の細かいパイルでちょっとバッフィングしていきます。そうすることによってこの後乗せるミクスチャーの密着が良くなります。ではダストを払っていきます。私はこの時点でプレプライマーを塗っています。ちょっと分かりにくくてすいません。次にプライマーを塗ります。このプレプライマー、プライマーを塗る工程もアクリルパウダーをのせるときにとっても重要なのできちんとのせていきます。ではアクリルパウダーとリキッドを使ってミクスチャーを作っていきます。適量のミクスチャーを作ってのせていきます。亀裂のところだけミクスチャーをのせていきます。こうすることによって全体の厚みが出ないので上にジェルをのせた時とかに厚みが出なくていいです。では固まるまで待ちます。固まってくるとこんな音がします。ミクスチャーが固まってきたらピンチを入れます。ミクスチャーを乗せた部分にグイッと圧をかけていきます。
とこんな感じですね。こんな感じでピンチを入れました。はい、では次に表面をなだらかになるように削っていきます。まずはじめに面の洗いファイルを使って全体のフォルムを整えていきます。ちょっとここから早送りします。次に面の細かいファイルを使って全体の凹凸を整えていきます。こんな感じに仕上がりました。ちょっと拭き取ってみます。凹凸をきちんと削ることによって違和感ない感じに仕上がります。この状態だとジェルも塗りやすいです。こちらから見るとしっかりと亀裂の部分に厚みがあります。見えますか？左のところにきちんと厚みを持たせることでまた亀裂が入ることを防げます。皆さんもぜひ、もし亀裂ができた時にこの動画が役に立つと嬉しいです。この動画が良かったらグッドボタンかチャンネル登録をお願いします。